怖い怖い怖い。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでおばあちゃんのところへ行こう。まっすぐそこやけど、なになに、どうしたんやっけ。おばあちゃんどうしたの。なに、大丈夫。ああ、ゆな、あんたのおまんじゅうが食われた。やっぱあの座敷わらしが動いたやない。おまんじゅう、おまんじゅうがどうかしたの。うわ、なにこれ、おまんじゅうがばっかでかくなった。へっ、ひえ、またばっかでかくなりおった。あの噂は本当だったんだね。噂って、近頃この村中でかぼちゃやポストやらいろんなもんがばっかでかくなっとるんよ。かぼちゃ、でも食べ物はなんかこれも食べ物やけどいいんやない。ほら、ジバニャンは嬉しそうよ。ジュルリ、俺っちこんな大きなおまんじゅうにかぶりつくのがずっと夢だったにゃん。いただくにゃん。え、にゃにゃ、なんとおまんじゅうがお庭の方へふわふわ飛んでいっちゃいましたよ。あれか、あの猫よね。待つにゃん、おまんじゅうは俺っちのもんにゃ。でもあんなふわふわ飛ぶおまんじゅう食べたくないけどな。それは違うけど、とにかくおまんじゅうを追わなきゃ。おまんじゅうを追う、変なワードだな。こっから出られる、出られねえ。あ、こっからか。めっちゃふわふわ浮かんでる。いや、そんなキョロキョロせんでもすぐ横を飛び寄ってやん。おまんじゅうが蔵の中に。やはりこれはどう考えても妖怪の仕業。アイラちゃん気をつけて。うん、戦闘突入、怪しい蔵を調べてみよう。は、中に入れるんかと思ったけど違うんか。待っていたでふ。え、誰。60年間ずっと待ってたでふ。60年間妖怪ウォッチを持つ者が来るこの時を。妖怪ウォッチを持つ者って私のこと。そんなことよりまんじゅう返せにゃん。そんなこと、え、なに、にゃん。あ、入れんねや、やっぱり物理的に。ジバニャン大丈夫。おかしいにゃん、なんかにぶつかったにゃん。バリアやな。アイナちゃん、妖怪ウォッチで調べてみましょう。怪しい蔵を調べてみよう。違う。あ、中に巨大なのが詰まっとるけんってこと。蔵自体が妖怪かと思った。妖怪を見つけた、でかすぎ。何これ、バフフ、バフフー、くすぐったいでフ。え、これ要は前外で見たやつよね、街中で。ちょっとあれを見てください。にゃんじゃこりゃ、バッカデカ。どうやらバッカデカい妖怪が蔵にパンパンに詰まってるようでビス。そうでフ、悪いんだけど引っ張り出してもらえないでフか。え、無理やろこのサイズ引っ張り出すの。ここはやらねばならないでしょうね。話が先に進まなそうですから。え、まんじゅうの姿に戻ることは無理。まんじゅうに戻ったら出られるくない。絶対無理やって。いくよ、せーの。怖い怖い怖い。もうそのまんまの形に。でーかにゃーん。
デカニャン、助けてくれてありがとうデフ。でもそれはそれ、さあ妖怪ウォッチを持つ者よ、まずはその力試させてもらおうデフ。まさかの戦闘、デカニャンが現れた。よし、やっつけていきますか。待って、あ、え、さっきの合ってなかった？なぜ合ってなかったの？タイミング遅かったかな。ジバニャンやられてる。え、なんでジバニャンそんな早くやられたの？またやん。なんか周りの妖怪たちの方が生き残ってるんだけど。地味な一発。一発どころじゃない気がするけどな。ペペペンってなるよし。よし。結構強くない？ちょっとみんなやられないように頑張って。デフの声が今めっちゃ太かった。あとどれぐらいですか？太い太い。待って、みんながやられていく。みんながどんどんやられていくよ。微妙にあってな。頑張ってくれ。待って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 、強いって。あ、よかった、助かる。地味4体もやられてどうしようかと。もうあとひもじいとジミーしかおらんかった。こういうなんかちょっとしたなんていうん、ボス界というかそういうやつは当たりみたいなんないん。バフーン、参ったデフ。これで実力認めてくれた？めっちゃキノコこんなに生えとったっけ。はて、あれは何でしょう。線みたいにも見えますが、え、風船なの？空気で膨らんでる系。ははーん、さてはでっかいまんじゅうをここに隠してるやんね。え、違うやろ。どう見ても空気の線や。うわー、にゃにゃにゃ、ジバニャン、冬にゃんが。お前は誰にゃん？俺は冬にゃん。急に凛々しくなった。てかさっきのあの姿は一体何なの？さっきは騒がせてすまなかった。いやいや、まあ冬にゃんの冬は冬霊の冬みたいですね。マジで？そうやったん？私普通に春夏秋冬の冬やと思っとった。違うんや。冬霊って？冬霊とは死んでもあの世へ行かずこの世をさまよう霊のこと。そのため決して止まることはできず24時間365日ふわふわ状態だそうです。止まることはできずってどういうこと？止まっとるけど。もしかしてさっきのデカニャンが冬ニャンだったの？ああ、俺は長い間ずっと君のような人間を探していたんだ。え？だが条件を満たすものはなかなか見つからず1週間1ヶ月1年そして気がつけばどんどん容器が体に溜まって大きくなり。え、容器が体に溜まってっていうのはなんか急に体にああいう線ができるん。いつの間にか60年が過ぎデカニャンになっていたんだ。なんでちょっと照れとる感じなん？それどういう仕組み？ほんとよ。俺はここに詰まって動けなくなったが霊体として外に出て遠く離れた桜ニュータウンでついに君と出会ったんだ。あれ霊体やったんや。霊体っていうかなんか妖怪やけん本体も霊体ではないんか。じゃあさっきのおまんじゅうはここに私を呼ぼうとして？普通に食事では。だよね。
いや、あれはただ食べたかっただけだ。ズコー体がでかいもんだからでっかくして食べたかったんだ。まあ、確かに容量が足りんよね。でも冬にゃん、どうして私を探していたの？え、ってかずっと詰まっとったんか。え、蔵にずっと入れんみたいな話しよったっけ。それは文明を、君と深い関係のある俺の友達を助けるためだ。文明、多分文ちゃんの名前が入っとんやろうけど、これはあれか、ケイタの場合はまた違う名前になっとったってことかな。どういうこと？その友達って？その友達というのは何？まんじゅうを食べた後で詳しく説明しよう。え、まだ食べてなかった。ズコー、めっちゃ盛大にこけとる。続く。